密着富山マラソン。皆さんこんにちは。今日は富山マラソンの関連イベントであるプロギングに参加します。その前に今回のプロギングのナビゲーターを務められる世界陸上女子マラソンの元日本代表で富山マラソン女子の部初代チャンピオンの磯野あずささんにお話を伺いたいと思います。富山県広報課の高松です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそもプロギングって何でしょうか？スウェーデンのアスリートが仲間と一緒にゴミを拾いながらジョギングを始めたことがきっかけで、これが世界中に広まってプロギングという名前でたくさん取り組まれています。あ、そうなんですね。ではプロギングってどのように楽しめばよいでしょうか？新感覚のフィットネスで、ゴミを拾う動作で運動量アップ、そしてゴミを拾うということで気持ちの部分でもとてもポジティブになれるということ、そしてグループで活動するので交流も楽しめるというところが魅力です。はい、ありがとうございます。それでは私も本日楽しみたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、私たちアラマーレ富山ハンドボールチームです。真ん中の軸をしなやかなまっすぐの軸、つまりこうやって走った時には少しね、こうピョンポンとこう。ハハ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 はい、結構なんか思ったより落ちてて綺麗になりました。いただきます。かまぼこチップスとボンボコ米と、あとは中六醤油です。嬉しいです。ボランティアの皆さんも。じゃあアランマーレの選手に感想を聞いてみたいと思います。今日プロギングに参加してみてどうでしたか？まあ、いろんな方々と交流する中で、まあ、SDGs にも関われてすごい貴重な体験ができたので楽しかったです。はい、ありがとうございます。プロギングに参加してみていかがでしたか？すごい初めてだったんですけど、ただ走るだけじゃなくて街も綺麗にできて、街並みも楽しみながら走れて、あとはなんか初対面の方とも会話しながら楽しめて、本当に充実した土曜日の朝でした。富山マラソンの魅力を教えていただけますか？富山マラソンは富山ならではの
魅力ある場所を、走ります。景色もそうですし、それから人、はい、高岡の町の人、射水の町の人、富山市の町の人、はい、それぞれにやはり温かみのある応援があるのがとても魅力的だと思います。で、動かない、何をしても動じない立山連峰をずっと眺めながら走っているのがやっぱり何よりも魅力の一つだと思います。はい、ありがとうございます。景色も楽しみながら、応援も楽しみながら走りたいと思います。このプロギングイベントは、なんといっても富山マラソンのコースを事前に下見ができるというところが一つポイントだと思います。はい、あと2回ありますので、ぜひ皆さん参加して足跡を残してください。待ってます。富山マラソンのエントリーもまだまだ募集中です。ご応募お待ちしております。